岩船神社にやってまいりました。京田辺のチベットと言われるこの奥にですね、実は岩船神社に岩霊が書いて、今までこんな岩霊なかったんですけどね、我々がこれを岩船のその帰り神音、高神音とか長曽根彦の妹もらってきたということがですね、詳しく書かれてますね。これ今まで久しぶりにやってきました。つまりこの逃げ廃妃の御事が向かって左の末社に琴城主が、右の末社に大国主御事をそれぞれ祀っている岩船神社であると書いてますね。古くは八王子にいたと称され明治4年に岩船神社に開催。明治時代の神社清水町には古老の光殿による逃げ廃妃の御事が岩船に乗って、阿波の岩船に乗り、この地の蟹ヶ峰に降臨し、この岩場の上ですね、そこから河内の竹ヶ峰、川地つまり肩のですね、大和の富の白庭山に移った。大和の富というのはちょうどこの南のですね、国境沿いですね、奈良と京都の国境沿いの白庭山に移ったというと、岩船と称する石は社の北の山頂にあり、今は船石という、また船継ぎ松というのも大将軍という山頂にあった、今枯れたが古株が残るとある。河内に雨降り、神武天皇と戦った長曽根彦の妹を妃としたという逃げ廃妃の御事の神話はそのまま当社に結びつけたもので、ここは河内や大和との国境近くで巨石もあることから生じた話であろう。現在の北側にある極楽寺との間、この向こうに極楽寺ございますよね、間に山腹に見える巨石を船石と伝えている。これが岩船の伝承地ですね。天の岩船に物戸部氏が、まあ、降臨、その後物戸部氏になったという伝承のある場所でございます。ここがまさに船継ぎ石というところがあって、見てみましょうか。この上の方をちょっと眺めていったら